2020年東京オリンピックの野球競技は、世界野球ソフトボール連盟管轄の下で実施される、予定の2020年東京オリンピックでの野球、ソフトボール競技の追加イベント種目野球である。2021年7月28日から8月7日まで開催され、2008年北京オリンピック以来3大会ぶりの開催となる、男子野球一種目を実施。 オープニングラウンドで6チームを2組に分けて各組1位から3位を決め、決勝トーナメントでは敗者復活を含む変則トーナメントを全チームで行う。試合数は合計16。各組2、3位の計4チームから勝ち上がったチームが各組1位同士による勝者と対戦し、決勝進出チームを決め、敗者復活は各組3位同士の対戦での敗者を、 のぞく4チームで変則的なトーナメントを戦い、勝ち上がったチームが決勝に進む。途中で敗れた2チームが3位決定戦に回る。この方式を大会組織委員会は、消化試合がなく、すべての試合がメダルに絡むと説明した。2019年ヨーロッパ野球選手権大会の上位5カ国と2019年、アフリカ野球選手権大会優勝の南アフリカが出場した。 1>, 1位のイスラエルがオリンピック出場を決め、2位のオランダは世界最終予選に出場する。2018年末時点の WBSC 世界ランキングの上位12カ国が出場した。開催国の日本を除いたアジア、オセアニア最上位国の韓国とアメリカ大陸最上位国のメキシコがオリンピック出場を決めた。2019WBSC プレミア12に 出場してオリンピック出場権を得ていないアメリカ大陸の6カ国とそれらの国を除く2019年パンアメリカン競技大会における野球競技の上位2カ国の計8カ国が出場する1位のアメリカ合衆国がオリンピック出場を決め2位のドミニカ共和国と3位のベネズエラは世界最終予選に出場するアフリカ欧州予選2位のオランダ 2019年アジア野球選手権大会に出場して、オリンピック出場権を得ていない上位2カ国、アメリカ大陸予選2位のドミニカ共和国と3位のベネズエラ、オセアニア代表の計6カ国が出場する予定であったが、中国とチャイニーズ台北とオーストラリアが出場を辞退したことから、残る3カ国で争われる。1位のチームがオリンピック出場権を獲得する。 オープニングラウンドの組み分けは WBSC 世界ランキングに基づいて行われる。出場チームのうち世界ランキングが1番目、4番目、5番目のチームが A 組、2番目、3番目、6番目のチームが B 組に割り当てられる。ゲーム112時開始試合時間、監修、1ゲーム29時開始試合時間、監修、1ゲーム32時開始試合時間、 監修、1ゲーム四十九時開始試合時間、監修、1ゲーム五十二時開始試合時間、監修、1ゲーム六十九時開始試合時間、監修、1A 組 B 組、第七試合と、第十一試合は負けたら、敗退となる。ゲーム七十二時開始試合時間、監修、1ゲーム八十九時開始試合時間、監修、1ゲーム九十二時開始試合時間、監修、 人 <noise> ゲーム1019時開始試合時間、監修。人ゲーム1119時開始試合時間、監修。人ゲーム1212 12時開始試合時間、監修。人8月4日、ゲーム1319時開始試合時間、監修。人8月5日、ゲーム1419時開始試合時間、監修。人8月7日、ゲーム1512時開始試合時間、監修。人ゲーム1619時開始試合時間。 監修、人、ありがとうございます。